巨大な惑星である木星の質量は太陽系における他の惑星の合計の2.5倍以上である2015年7月ニューホライズンズが撮影した冥王星、木星、冥王星重力効果とは木星と冥王星の影響を受けて地球上でごく短い時間に重力が小さくなると主張するエイプリルフールの嘘。1976年4月1日に イングランド人天文学者のパトリック・ムーアが BBC ラジオ2で発表した。このエイプリルフールの嘘を仕掛けた天文学者パトリック・ムーアパトリック・ムーアはイギリスのテレビに出演していた天文学者の中で当時最古産で公共放送における出演歴の長さに加えて矢継ぎ早に繰り出すコメントや片眼鏡の着用など数多くの風変わりな習慣で知られていた。 イギリス空軍爆撃機軍団の戦時ナビゲーターを経て、1945年に王立天文学会フェローに選出され、BBC テレビジョンの番組、ザスカイアットナイトのプレゼンターを1957年から、1968年には大英帝国勲章オフィサーを受賞している。このように、ムーアはイギリスにおいて尊敬できる天文学者として、 一般大衆から高い人気を得ていた。木星の質量は太陽系にある他の惑星を合計した質量の2.5倍である。冥王星はとても小さい上太陽や地球からとても遠く1930年まで発見されなかった。1976年4月1日、ムーアはラジオリスナーに向けて午前9時47分に 天文イベントとして木星と冥王星の合わせが起こり、どの場所でも観測が期待できると、解説、さらに冥王星が木星の後ろを通過した時に、二つの惑星が持つ重力の強力な組み合わせにより、地球の重力が著しく減少し、もしリスナーがその正確な時間でジャンプしたら浮いている感覚を覚えるだろうと発言した。その午前9時47分が過ぎて間もなく、 BBC には重力が本当に減少するか確かめたというリスナーからの電話が100本以上も寄せられた。中にはある女性からの自分と11人の友達が座っていた時に椅子から浮き上がり部屋中を穏やかに周回したという報告まであった。しかしこの話は早い段階でエイプリルフールの嘘と明らかにされている。ムーアの発言は 1974年にジェイグリビンとエスプレイマンが出版したザ・ジュピターエフェクトの主張を踏まえたものであった。この本は1982年に起こる惑星直列の影響で全世界を天変地異が襲うと予言した内容で、学者からは根拠がない主張として一周されていたが、1976年の時点でもまだ一部で信じられていた。ムーアは、 惑星の配列で地球に影響が及ぶ、などという主張のバカバカしさを訴えるため、あえてこのエイプリルフールの発言を行ったのである。あとに、ガーディアン氏のマーティンウェイ・ナイトは、様々なエイプリルフールの事件を取り上げた記事の中で、この事件に触れ、ムーアは、自身の信用度に裏打ちされた、熱烈な場の空気が加わった重みのある発表を行うことができるため、 いたずらを成功させるにふさわしい、理想的なプレゼンターだった、と執筆している。1980年、ムーアは、1930年に、冥王星を発見したクライド・トンボーともに、冥王星に関する書籍を出版した。2014年12月から2015年1月初頭に、かけて2015年1月4日に、惑星直列の影響で地球上が短時間、 無重力になると NASA が発表したという内容のニュースがインターネット上に流れた。これはフェイクニュースに過ぎず、NASA 公式ツイッターのスクリーンショットを装った画像も偽造に過ぎなかったが、その中で専門家による解説としてムーアが登場し、彼の1976年のエイプリルフールのジョークが日付だけを変えてそのまま引用された。ありがとうございます。